うわ、くせえよやだ。じゃあ、おめえなんか全然つまんないんだよ。おい、先輩なんぞ。あ、やめろ。やめろ。やめろ。出ちまった、後ろ。出ちまった。絶対無理だ。ああ。置いときますか。すごい、すごい。すごいすごい。何の特技発見？いろんな話をしていって、やっぱそうやって信頼関係がある中でやっぱお芝居をするっていうなると、すごいなんか楽しい、常に相乗効果があるような気がして、なんか最高の6人だったなと思いますね。それが答え。なおちゃんの結婚式の余興をやるために久しぶりに集まりました。それが答え。赤踏んでドン引きしてたから。もう俺が素人なんですさ、一生懸命やったんだから、もうそれでよくない。これは結婚式と二次会の狭間で起こる物語。引きずることから逃げんじゃねえよ。クレナズメ。もしかして俺ってさ、俺死んでる。